ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2023年5月6日、元日産 GN のザヨン・ランサさんが、日産運営の内部事情や内部文書を英語で暴露されたのですが、その結果として、外国人視聴者から運営への批判が爆発、日産の検索候補1位がブラックカンパニーになってしまいました。ブラックカンパニーって今更やな。夢のグラフィア解体で52人一斉に契約解除したことからして元から血も涙もないのは明らかや。夢のグラフィアなんて男性キャスト3名の採用が終わってデビュー直前まで行ったのに突然デビューをなしにして夢のグラフィアごと潰したからな。検索したら無数の批判的な書き込みが見つかるわけなんですけども、その中から適当に選んで何が書かれてるか見ていきましょう。ザイオンは自分の過ちを認めたが、日産は典型的な日本のブラック企業に過ぎなかった。エニカラが典型的な日本企業だったら終わりだよ、ワークに。黙っていれば、日産が言ったことは事実として受け入れられることが保証されます。NDA を破ることはリスクを伴いますが、それは勇気があり、彼女の名前をきれいにします。少なくともそれはトレードオフです。ブラック企業を暴露したことで、彼女はすでに新たな支持、ファン、尊敬を得ている。ザイオン・ランサ契約解除の際には、二次三次側がこうしてこんなに悪いことしてたんですって、過剰書きにして出してたからね。中の人がバレてるから誹謗中傷がやまず、配信者として今後も活動するなら今回みたいに説明するしかない状態に追い込まれたんだね。エニカラは、こういう幼稚な嫌がらせしてるから後で大事になるんだっていい加減学んでほしいね。普通は、可能な限り後腐れがないようにしますもんね。無能。待って、いいえ。これはまさにブラック企業レベル。ザイオンは過ちを犯し、私は、そのことを忘れません。でも、そこから新たなことが見えてきて、日産は本当にクズだと気づき始めています。判断が遅い。クソ日産、彼らは、ただのゴミのような日本のブラック企業だ。とまあ、こんな状況になっているようです。今後どうなっていくか、ザイオンさんの行動も含めて注視したいと思います。以上、ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。